はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ドラクエビルダーズ2パート30ですね、監獄島のなんか4日目からやっていきたいと思います。まあ朝の点呼の時間ということで、4日目なのにさ、キャビ作ってなかったんだ。牢へ出て広場へ行け。はーい。あれ、あ、並んで行ってんのか。いや、俺の方がちょっと早いぞ。ただこいつらスタミナ無尽蔵っぽいからな。俺はもう疲れてしまった。スタミナを回復させて、俺が一番だ。うわー、しかし並ぶ位置は決まっている。遅いぞみんな。3号房の囚人は揃った。腐りきった自分の心を破壊すべく構成に励むんだ。数日前に植えたキャベツがそろそろ育っている。畑に向かえ。こっちだよね。おお、めっちゃなってる。何度言ったら分かるんだって。畑に来たらまず私の指示は仰げ。キャベツを、うん、今日は構成の第一歩を踏ませてやろう。積み罠が見える。うん、そうだね。松明、あ、燃やせってことね。ビルダーが構成していく様をしっかり見に焼き付けろ。よっしゃ。素手じゃ無理なんだ。火をつける。火をつけることができるんだ。へえ、知らなかった。あっちせっかく作ったキャベツが燃えた。せっかく元気に育ったのに全て無駄だった。収穫を楽しみにしていた。今までさ、お前らこういうことやらされてきたんじゃないの。こんな簡単に燃やすなんて。いや、もう別に対して心は痛まないんだけど。喜びにむせび泣くがいい。貴様は今、あ、貴様の構成は今始まった。なくなったらまた作ればいい。え、今日の労働はこれまででいいって。やったー、終わった、超早い。前に種をくれたばあさん、やけに物知り。まあ、40年間ここにいるって言ってるからね。あれ、俺松明手に入れたじゃん。ありがたい、有効活用させてもらおう。ものづくりがいかに虚しいものか身をもって分からせようというのじゃろう。ものづくりは執着を生む。執着は恐れを生み、恐れは憎しみを、憎しみは絶望を生む。それゆえハーゴン兄弟もものづくりを悪とし、その教えを広めておる。それができぬことは以前にも話した。寿命で死ぬか、身も心もハーゴンに捧げ、その軍勢に加わるしかない。ハーゴンってやつは何者なんだ。破壊の真理を司る大神官。しかしこの世界にハーゴンの姿を見た者はいない。おとなしくしていればすぐに慣れて私のように何も感じなくなる。ベンチがある。そこに座ってぼんやりしていればすぐに時が過ぎて夕方になる。はーい、もう今日終わったかな。ゆっくりしようぜ。情報を集めるか。いや、いいよ。うん、もう待つ。今日の構成はここまでだ。飯くれ。5932番。こいつ前のやつと一緒か違うやつかちょっと分かんねえわ。この骸骨くんには見分けがついてるみたいだけど、俺には見分けがつかない。キャベツゲット。
様は今日も夕食抜き。指導すげえな、ずっと夕食抜きでやっていけるんだ。だってもう4日目とか5日目とかそういう世界でしょ。4日目か。なんか念能力者でもない限りそんな体持たないと思うんだけどな。そして今日何もしてねえから大して腹減ってないんだけど、俺のキャベツあげよっか1個。なかなか隙がない、うん、いつかきっとチャンスが来る。やることないから寝よ。4日が過ぎた。いつまでもここにいるわけにはいかない。そっと目を閉じた。さあ5日目。いやこいつも大変だね。魔物も毎日毎日これやってんの、毎日毎日同じセリフ言ってんの。大変ですね骸骨さんも。もう慣れた。一回ここでスタミナを蓄えて、抜かれそうになる頃にはスタミナが溜まってるから。どうこの囚人の見本、我こそは囚人の見本だろう。昨日は素晴らしかった。皆が作ったキャベツが燃え上がる光景私も見ていた。これ以上崇高な行いはない。ゆるゆるした目と反抗的な目がいつまでもつか楽しみだな。イエスサー。今ここしか行き来してないけど、なんか他のとこも見て回れるかな。まあいいや、そんなに時間を取ってらんないんで。ちょうど5日目。キャベツを作らせてやろう。32個一気にくれたな。以前は簡単に作業をこなしていた。最初から32個の種を畑に植えるんだ。はーい、了解でーす。あれ畑ってそもそもどこにあるの。あ、これ全部で32マスか。この鮮やかな手さばき。全然鮮やかじゃない。てかこっち立ったやつ何してんの、一番楽じゃん。まあ、話しかけてないからさ、何をしてるかすら分かんない。耕してくれたのかな畑を。でこれまた魔物がさ、この積みわらを積んだのかな。昨日燃やしちゃったかな、積んでおくかみたいな。大変だな。これ燃やせんのかな、ちなみに。火つけてみる。あっちゃ、昨日は全く眠れなかった。うん、どうっすか。もうすでに破壊活動を行いましたぜ艦長。もう燃やしちゃったよ、あの真ん中のやつはね。自由な時間を与える。こいつ自由ばっかりだな。昨日も速攻で自由時間になったのに。俺は結局どこからどうやって空っぽ島に来たんだ。どうして俺だけは物を作れないんだ。ここから脱獄する方法考えようぜ。脱獄する方法知ってるかもしれないってなんやねん。ま、情報収集しますか。囚人がどのようにして人間を信者にするか教えてあげよう。一時の希望を与える。そう思わせておいて一気に潰す。キャベツ畑だってそう。効果的なやり方。タイムです。あ、置いちゃったよ。あ、置いたらもう無理だ。
置いたらもう取れねえよ、ビルダー道具ねえから。パンチでもどうにもなんないっしょ。うわー、どうにもなんない。あ、どうにもなりそう。あ、どうにかなったわ。やった。監獄島から脱獄したい。大きい土が入れられている。僕たちは労働の時間。ちょ、これ壊せる。あ、壊せるじゃん。あ、これ食えないんだけどね、実際。じゃあ集めとこう。今何もないかな。これは？これは無理か。今日はなんだかやる気が出ない。とっておきのあれを読むことにしよう。なんだそれ。あ、これはさっきのやつか。あとあいつ、スコップとかね、なんか持てば攻撃力1とか2にはなりそうだけど。最近韓国島に来たばっかり。モンバーてか人少なすぎない？あ、6000番までさ、番号つけられた割にはさ、てかお前らなんか700番台とかじゃなかったっけ、何番だっけ、忘れちゃった。薪とか、薪は無理か、薪は壊せない。これ落ちたらな、確実に死ぬからな。ずいぶんのんきに歩き回ってる。思いのほか自由な時間が約束されている。ほうほうほう。厳しくしすぎても兄弟への反発を生むだけ。なるほどね。抜け出す方法を知りたい。あれはスライムが仲間になりたそうに見ている。どういうこと。このスライムあんたに興味を持っている。なんと趣味の悪いって。なんだこれ。魔物と仲良くなろう、魔物使いの指輪。ドラクエ5要素が出てきたんだけど。取られないように隠しておいた指輪。いや俺たちさ、めっちゃ身体検査受けたんだけど。モンバーすげえな、どこに隠してたんだ。魔物の餌を使うことができる。私の胸元で温めておいた魔物の餌。魔物を仲間にしよう。一部の魔物は倒した後起き上がり仲間に泣いたそうにしていることがある。へえ、倒してないんだけど。倒さなきゃダメ。ちょ待って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 、何これ、時間制限があるんだけど。スライムを手なずけた。スライムが仲間に加わった。名前はスラリンだな。名前とか決められんのかな。で、決められる。そうか、じゃあサスケにしよう。スライムといえばサスケでしょ。なかなか面白い方法だな。ありがとう人間さん、僕悪いスライムじゃないよ。俺様の名前はスライハルト。いや、そんな入んないんだけど。サスケってのも悪い名前じゃねえ。あのマーカスに懐いていた誰。俺が脱却の手助けをしてやる。スライム風情が偉そうに。俺様があんたも逃がしてやるぜ。今日の夜から作戦開始といこう。夜になるまであんたの袋の中に隠れさせてもらう。なかなかいいご身分だな。スライムもね、レベル99になると灼熱の炎を覚えるからね。瞑想も使えるようになるからね。きっとそれくらい強いんだろうな、あのスライムも。楽しみだ。いやー、せめてさ、でもこのスコップだよな、スコップ。あれ、壊せる、これ壊せる。結構時間かかるけどね。あれ、作るって、作れるんか。革袋。紐とかさ、無限ボーナスがあるし。ここビルダー道具隠してんだな多分。これでビルダー道具っていうか、使
作るやつもうあらわになっちゃったけど。じゃ座ってるか。まあちょっと探索してアイテムをっていうのもありだろうけど、そんなにアイテムは期待できなさそうだからね。とりあえず飯はもらってこう。5932番いつまで夕食抜きなの。食材は無理なんだっけ。さすがに素ではどうにもならんな。なんかこの骨でさ、なんか骨のトンボみたいなの作れないのかな。てか俺の武器とかさ、ちゃんと返ってくんの。ドラゴンキラー作ってたのに。あと水の羽衣。脱獄に向けて動き出す夜。ピラミッドのことも気になっている。あれってか本当に船長さんは？6207番寝るとか。あんたの部屋にはちょっとした仕掛けがある。島ん中これ寝るしかないよ。あ、なんかここら辺壊れる。壊れない。これだって出られないし、どう考えても。ここ怪しいよね。下。え、ここがすげえ怪しいんだけど。なんだろう、違うのかな。食材。ちょっとわかんないっす。怒られちゃったよ。どこか壊せるところがねえか。あ、そうそうそうでしょ、だって。お前んとことかは。え、どこだよ。ここしかないよ。いや、下向いてやってんだけどな。そう、地面なのかさ、壁なのか。あ、ここなんか怪しく、違う、怪しくねえわ。どこだ、本当どこだ。ちょ、いいえ、もうしらみつぶしに行くしかない。てかさ、こっちから出るとバレるから、やっぱこっちの方だよね。スライムいい加減に教えろ。けっ適当だったんだけど。壁調べてたらベッドをどかしたと。なるほどね。全然俺の予想違ってた。ほう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 。地下室。古いダチがコツコツ掘ってた穴。壺にヒントがある。はい。何も見つかんない、ひどくね。汚れた紙切れ、何かのメモ。高々と掲げやがって。置いて読むの。ああ、そういうこと。脱獄計画。私は世界中の牢獄を脱獄してきた男、人呼んで脱獄の、すげえやつだな。私は今夜誰一人抜け出すことのできない監獄島からの脱獄に挑む。
懐いてくれたスライムを島に残しておくのは残念だ。私は脱獄の脱獄こそ私、私こそ脱獄。私は必ずやり遂げる。しかしもし道半ばで倒れたら誰かが私の意思を継いでくれると嬉しい。脱獄をマーカス。何なんだこいつ。脱獄が失敗に終わり、奴はそのまま行方不明になった。脱獄をマーカスに憧れていた。うん、まあ脱獄はしたいからね。ミッションスタートで、早速問題あり。荒れ狂う海の中にある。もし脱獄できたとしても船がないと無理。船ごと教団にとっ捕まった。ああなるほどね。船はどうにかなるそう。砂の壁って言われてもね。ここら辺いけない。あ、いけた。おー、なんか武器が欲しいな。武器が、まあ、特に目星アイテムは多分ないからね。そのまま破壊して突き進んでいきましょう。というか指導はどうするんだ。指導は、まあでも指導の部屋は多分通じてないからね。てかマーカスとかすごくねえか。これあいつ一人で掘ったの。とんでもねえやつだな脱獄王。さすがその名前は伊達じゃない。そして場所がわからん。どこだ。こっちとか。いや、ない。あ、これここは建物の中に出た。まず装備だね。そうあれ、あらくれ、お前何してんだ。ただの屍。マジか。力尽きてしまったか。これは天国の炉。ああ、ここで弔われる。死して剣士となり。あ、これで骸骨剣士になるの。宝箱があるよ。でも取りに行きてえけど無理だな。扉。それさ、勝手にさ、こう何の警戒心もなくさ歩いてるけどさ、もうちょっとさ物陰に隠れるとかさ、警戒しながら行こうぜ。ガチャーって開けてるけどさ、開けた瞬間に骸骨剣士がいるかもしれないじゃん。あれ、船長さんいた。お前ずっと寝てたの。死体だと思われてここに入れられた。船長も一緒に来い。いや、足手まといになるだけだと思うけどな、こんなやつ。あ、で、こいつは死体か。じゃあ、次はこっちかな。いきなり未配の骸骨とかいそうな気がするんだけどな。鍵がかかった扉。外はすぐそこ。いろいろと準備がいる。ここから出入りできれば便利。スライムに鼻があったとは驚いた。看守だ、隠れろ。いや、めっちゃ見えてんだけど。人影が見えた気がする。見えるだろう。猫とかもさ、この島にいるんだ。朝になる前に牢屋に戻らなきゃいけない。なるほど。ちょっとずつ進めていくんだね。で、こいつさ、
飯は食ってないよね。キャベツ1個あげよう。ってか俺も腹が減ってきたな、さすがに。でこんなやつと一緒に戻ったらさ、お前なんだってなるよね。実は前から聞こう聞こうと思って聞けなかったことがある。ハーゴン教団はロトの血を引く三勇者が倒した。うん、そうだね。そうそうそう、それは普通にそう思う。うるせえ船長だな。脱獄するためにはあんたとあんたの相棒の協力が不可欠。いやだからさ、独房に戻ったらまずいだろあいつらごと。脱獄せよ 30%。 だから動けるうちに多分あの鍵を開けとくんだね。で夜になってみたいな。で鍵を探すのが次のミッションだ。この通路から焼却場に行けば外に出られる可能性がある。鍵さえあれば扉を開けて外に出られる。まあそうか、それか鍵だけゲットしとくのか。素手で掘るには限界がある。安って まあそうだね。え、砂で埋めとくのか。はいはいはい、了解しました。ほいほい。脱獄の夢。でここで、はい、寝よう。ただ睡眠時間が減ってしまったら、労働して、労働っていうかその脱獄の準備をして寝るから体も疲れきってる上に睡眠時間が短い。地下道、焼却場、鍵、壊せない壁。ただ結構自由時間はあったからね。体はそんなに疲れてない。ベンチでぼーっとしてただけだからな。 48% か、ちょっと一個食っとこう。監視長たら悪魔神官様が烈火のごとくお怒り。いやなんで、身に覚えがないんだけど。悪魔神官ってさ、イオナズン使ってこなかったっけ。イオナズン使われたらもう勝てないよね、今のレベル20ごときだったら。とんでもないことをしてくれた。貴様らは俺の顔に泥を塗った。絶対に許さん。どうして毎日ワンテンポ遅れるんだ。こいつここで何してんだろうね。一日中あそこで突っ立ってるだけかな。結構大変だね本当に、ここの仕事は。遅いぞ。私は残念だ。昨日の夜この房内でよからぬことをした者がいる。この3号房の奥である本が発見された。構成中の貴様らを惑わす危険な本だ。ああ確かに、なんか本がどうちゃらこうちゃらと言ってたよね。エッチな本を隠していたものは。ほう、名乗り出ない気が。っていうかさ、ばあさんも こっちのチームなの。少し考える時間をやろう。それぞれ好きに時間を使ってよい。いや、みんな
俺は知らねえ。そんなにやばい本なのか。こんなところで話すのか。ああ、監視もいるし話しにくい。まあ今自由時間だからね。ばあさんはなんかなんだっけ、料理係かなんかだっけ。私の定位置の近く。船長の野郎が生きていた。脱獄王のメモ、焼却場。どうしても行かなきゃダメですか、焼却場なんて死体だらけのところに。焼却場の掃除は自由時間に優先する。はいはいはい、行きます行きます。いいよ、あんな死体だらけのところできれば行きたくない。焼却場には鍵がかかって今のままじゃ入れない。掃除はなしだなんて言うと思ったか。鍵を渡してくれるだろう。イエース、行きまーす。こいつは情報伝達が早えな。もうこの骸骨に伝わってんだけど。匂いがえげつない。確かになんか壺とかすごい匂いがしてたみたいだからね。何を勝手に行動している。焼却場の掃除担当、いい心がけだな。人間どもは死体が嫌いでな、泣き言ばっかり言って扱いが面倒だ。貴様らは一生焼却場の掃除と担当。鍵、骨を全て拾ってくる。あ、これここね。鍵が悪い。あ、そうか、これちゃんと合わせないといけないんだ。忘れてた。行ってきまーす。死体と骨だらけ。天国の炉の中にある骨を全て拾ってこい。え、天国の炉って入れたっけ、そもそも。 あれ出ていくんだ。いや入れないんですけど。え、どうすんだ本当に。あ、こっからか。関係ないところをうろちょろするな。あ、ジャンプでいけんじゃん。壊すの。あいって、あちゃあちゃあちゃ、ひどくない。これ取っていいの。け、薬草が出てきた。マジか、超ありがたいんだけど。でもこれ回避できないの。体が焦げるかと思ったぜ。人間を魔物にする。その辺に置いとけよって。捨てちゃったんだけど。で、薬草はゲットしたな。このルートを使って外に出て地下道の壁を掘る方法を探す。やっと天国の炉の掃除が終わった。俺は貴様らのことが気に食わん。
囚人の自覚が足りん。いつか適当に理由をつけて懲罰棒にぶち込んでやる。大木槌、大木槌もさ、懲罰棒に人がいないと暇そうだな、うん、なんか薬草にしてると間違って使っちゃいそうだから、ちょっとカーソルは外しておこう。今貴重だからね。1日 10% くらいだと結構お腹がきついな。もう半分減ってキャベツ残り2個しかないからね。無駄な行動は取ってられないな。囚人どもの様子が変だ。うぐギギギは、例のあの本を隠していた犯人がとうとう名乗り出なかった。これでここにいる全員が帳簿、いつも帳簿罰、懲罰ぼっくりということになる。貴様らがあのエッチな本を、貴様まさか囚人をかばうつもりか。二人は懲罰ぼっくりだ。自分以外の誰かをかばう、最も憎むべき愚かな行為。け、持ち物すべて没収されちゃったんだけど、使っときゃよかった。槍が置いてあるんですけど、普通に。で、置き槌じゃなくてさ、トロールじゃん。極長、え、開いてるところってどこ？鍵が合わない。え、結構強いな。いや、ここも開いてない。上はいけない。これ取れよ、これ。え、なくね？どこ？あ、開いてた。で、そんなに牢に入りたかったのか、はははでは、そこが貴様らの寝床だ。光のない懲罰棒で、いつもの牢がいかに天国だったか知るがいい。ここに用があった。あれ、ここでした。あ、毒の沼地か。いやー、キャベツ食っときゃよかったな、こんなことなら。これで食らう。あ、別に食らわないや。ダメージ食らうかと思ったら、これはダメージ食らう。毒の沼地は食らうね。今のは大木槌のうめき声。理性なく全部壊す恐ろしい大木槌。あ、別にいるんだ大木槌は。ぐっすり眠ればいい脱獄作戦が思いつくかもしれない。妙に落ち着く。案外いい夢が見られるかもしれない。あ、そんなに暗いんだ。ハーゴン様、これは夢を見ているのだろうか。ハーゴン様、我らが主大神官ハーゴン様、アークデーモンがいる。憎きビルダーが各地でものづくりに手を染めております。しかし一方で世界の島々が壊れ消えていっている。我らには時間がない。破壊神様はいつお目覚めになるのです。いつ我らを救済してくださるのですか。ハーゴン様、我らの祈りが届いてますか。どうかどうかお答えください。
我らは約束の地で破壊神様とハゴン様をお待ちしています。どうか早くお姿をお見せください。この幻の滅びの日の前に、ドラクエ2の後がちょっとどうなったんだかっていうのがよくわかんないよね。ムーンブルクは名前で出てきたからあるんだろうね。あとなんかルペガナが出てきてたっけ、地名的には。幻の日、なぜ俺があんな夢を夢にしちゃうように。ここに入れられてどれくらい経った？外に出てくるがいい。ドクドクして悪くなかった。そこの牢屋の中、先輩に挨拶してこい。パイセンなんだこいつが。噂の大きいし、ずいぶん反抗的な目だ。おお、これで破壊しようってこと。凶暴な大きい槌、まともに話が通じない。何でもぶっ壊しちまいやがる。すぐに活躍できる大きい槌の大きい槌、うん、奪うのはかわいそうだ、仲間にしよう。こいつの牢にも鍵がかかっている。大木槌の居場所は分かった。鍵探しか。やること結構あるねこれ。え、どこに行けって言ってたっけ。帰っていいんだっけ。遅かったじゃないか。先輩に挨拶はできたか。あ、荷物返してくれんだ。持ち物返してもらった。うわー、飯がな、飯が足りんな。あれ、囚人の服、ボロの服装備しよう。ないよりはマシ。宝箱、なんで置いてあんのこんなとこに。怒られる。勝手に宝箱に近づくんじゃない。他人の家のタンスを漁ったり壺を壊して回るタイプの人間か。まあそうだね。鍵が入っている。うん、ここ天子の集まる広場のすぐ近く。ページはこう一気に進む感じかな。まだ 30% のままだからね。夜になると 30% ずつ増えていくのかな。でも 30% ずつだと90だからね。あんたたち無事だったか。本当にすまなかったね。控えめな態度。キャベツ、あのばあさんどこにキャベツ隠し持ってたんだ。まずはこっちに話そう。
狭い場所に何日もいて体も筋肉も衰えている。軽めの構成で許してやろう。雑草が多い。私への報告はしなくてよい。え一応壊す。あ、その間に話すのかな、人と。エッチな本が6208番のものだった。見かけによらずいやらしい。ぜひ僕にも。キャベツ刈り取れないっていうところかな。本当は君たちじゃないんだよ。他人をかばって物好きだね。お前どう思ってた。いや、なんでもね。あくまでもシラを切るつもりか。犯人は僕じゃない。だけど助かった。あ、そうか、あのばあさんのところに行けばいいのか。雑草なんて飼ってないで。草刈りなんてサボりゃいいさ。なんだか前向きなあんたたちを見ていると脱獄も夢じゃない気がしてくる。みんなで脱獄すんの。あの子に会った。うん、魔物の餌。いや、もうないっしょ。ビルダーならここで集められる素材からでも魔物の餌を作れる。枯れ草、苦きのこ、フライパン。フライパンがない。あ、フライパンここにあんじゃん、よく見れば。え、なんだっけ、ないと何。もう一回、枯れ草と苦きのこ。苦きのこもうちょっと取っとけばよかった。で、枯れ草。苦きのこってあとどこに生えてんだ。枯れ草はまあそれなりにあるからね。一応じゃあちょっとなんか必要そうになるからここら辺の素材も取っておきますか。少し10個以上は確保したいね。できたぽい。魔物の餌を作った。倒さなきゃいけないんだ。制限時間内どうやって連れ出して何をどうするか。大木槌がいなくなればすぐに看守が気づく。ひらめきました。大木槌人形。そんなんでごまかせんの。木箱に埋まれた仕立て台。あ、これね、もう知ってます。大木槌人形。あ、これ両方とももう無限ボーナスがついてるんですけど。OK です。あとはどうやって懲罰房まで行くか。監修である俺様に呼ばれた時はいつも全力で走ってこい。俺からビルダーの貴様に命令がある。囚人を監視する見張り隊がある。ボロが効いて台に穴が開いている。落っこちそうなんだ。貴様らに直してもらいたい。教団の監修がビルダーにものづくり頼んでいいのか。砂でふさぐ。砂でいいの。砂だともなんか
崩れ落ちないか、むしろ落とし穴みたいになるんじゃないか、むしろ。砂、砂浜、じゃあ砂でいいや。間違えた、落っこちた。え、全部ってこと？ボロが来すぎだろ、こんなに放っておいたのか。見張り台の修理が終わった。砂でどうやって埋めたんだ。向こうにももう一つ見張り台がある。終わりました。本当はもっと早くできただろう。もう一つの見張り台は壊れてないのか。あっちも修理してやるぞ。なんだその偉そうな言い方は。砂がないからもう一個の方で代用するか。こいつね、この見張り台に何か用か。畑の入り口の監修に頼まれた。この見張り台も修理してほしい。見張り台の穴から落ちてバラバラになるんだな。砂ここで取ってこいって話ね。砂もうちょっと持っとく。じゃあここにあるやつは全部回収しとくか。よし、オッケー。どっから登れって。あ、ここか。ここも結構壊れてんだ。結局また10マスか。回収しといてよかった。よし、オッケー。教団の連中は重いのか、適当。ここから懲罰房の周りがよく見える。監修がいて正面からはいけそうにない。いくつか丸太が出っ張ってる。あそこを渡るのも良さそうだと。お礼の報告はいらん。もうちょっと見るか。ただあそこにどうやって行くの、まあ、とりあえず畑に戻りますか。じゃあ時が来ればまあ行けるようになるでしょ。そんなことよりも 33% しかないんだけど、お腹が。今度は今の半分の時間でやれ。あとは畑の周りで好きに過ごすがいい。実は監獄島の夜はとてつもなく暇。例えばエッチな本作れるか。え、そんなもん作れません。そもそも貴様が書いたエッチな本なんか読みたくない。板のテーブルに置いてくれって。なるほど、これで奴らの目を欺くのか。どうやって作るんだ。そもそも素材がないと作れないだろ。ちょっと待って、本は作っておきたいんだけど、でもただレシピひらめいてないからね。あ、今日はこんなもんってこと。
有益な情報とかも得られそうにないしね。じゃあベンチで座りますかね。まあ、キャベツはね結構大量にもらったからね。とはいえ 100% までいかないからな、全部食ったとしても。いつまで経っても夕食ないなこいつら。とりあえず 50% にはしておくか。じゃあこんな松明持ってさ走り回っててさいいの？めっちゃ黙認されてんだけど。スタミナがすぐ枯渇するな。準備はほとんどできた。今夜から本格的な脱獄の始まり。うん、大木槌を連れ出す。これが結構大変そうなんだけど。夜が更けるのを待った。あれ、なんかこれ何？あ、違った。下へ行けってことね。というところで、じゃあ今回はこれで終了して、次回はまた脱獄計画の方からやっていきたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。